中止ガンドゥクによる、チベット支配の打倒を試みる項、中統一ゲリラ組織の名称。中止は、四つの川、ガンドゥクは、六つの山脈の意。中止ガンドゥクというのは、チベット語で、四つの川と六つの山脈という意味であり、横断山脈の終極山脈が並行し、その間の峡谷を宮尾項、金斎、乱層項、土項などの大河が流れる、カム地方のことを指している。 別称としてドカムガンデクトもチベットでは1955年よりダライラマを長とするガンデンポタンが管轄するチベット地域を除き社会を社会主義式に改造する民主改革が開始された。チベット東部のカム地方ではこの改革の押し付けに対する反発から翌1956年より中国支配に反発する民主放棄が勃発、一時的に 中国の軍事、行政機構が同時より一掃された。中国人民解放軍は、直ちにこれに反撃、敗北した、カム地方の兵士や民衆は、難民と化して、ガンデンポタンの元平穏を保っていた中央チベットに、逃げ込んだ。ゴンロタシチベットのカム及びアムド地方の抵抗勢力は、1958年、中央チベットにおいて公中ゲリラの統一組織を、 結成した。それが、チュシガンドゥクである。その主な目標として、チベット及び、チベット仏教を中国から守ることが掲げられた。チュシガンドゥクの司令長官は、ゴンボタシであった。チュシガンドゥクは、社会主義陣営と自由主義陣営が世界を二分して、睨み合う、冷戦構造に組み込まれ、発足からほどなくして、アメリカの CIA から接触を受け、 その物質的な援助を受けるようになった。その援助の中には、武器、弾薬の供与や、米国領土内でのゲリラ部隊の兵士に対する訓練も含まれていた。また、中止ガンドゥクは、小介析率いる台湾の中華民国政府からの援助も受けていた。CIA は、反共産政策の一環として、チベット人にゲリラの訓練を受けさせることに合意した。このチベットプロジェクトは、 セイントサーカス作戦というコードネームを与えられた。ゴンボタシは6人のチベット人の若者を選んで、隣国のインドに送り込み、1957年2月20日には、CIA の導きで東パキスタンに潜入させた。6人は太平洋の島サイパン島に移され、5ヶ月の間、ゲリラとして最新設備の使い方を含めた専門訓練を受けた。 そして1957年10月の初め、B-17 爆撃機で秘密裏に、インド上空を通過し、パラシュートでチベットの地に降り立った。この時日本のカデナ基地を経由している。二人がラサ西部のサムイエー、三人が東チベットのリタンに送り込まれた。彼らはその後も CIA と連絡を取り、アメリカからの物資調達に当たった。キャンプヘールでは全部で、 約259人のチベット人が訓練を受けた。その一部はパラシュート効果で各地のレジスタンスグループと合流した。他は陸路でチベットに送られ情報収集の人についた。また中には北ネパールのムスタン郊外で CIA の資金援助によるチベットレジスタンス軍を創設するために尽力した者も,もいた。ダライラマは平和主義の精神から 武力行使を容認できず、また失敗すると信じていたために1957年にラムポタ氏の支援を断っている。チュッシュガンドゥクは1957年4月にラザでダライラマを守護する時が来た時に中国人民解放軍に挑む攻勢作戦か、それともチベット各地でゲリラ活動を続ける防制作戦かを仏前のくじ引きで選び前者と決まった。 ゴムポタシの指揮下に国民志願防衛軍が組織され、インドから多くの装備を調達したが、それでも物資の不足は深刻であった。しかし1957年初頭には国民志願防衛軍が攻勢を仕掛け、中国人民解放軍の前哨地点を襲撃して圧倒していた。中シガンドゥクはゲルラ軍であり、部隊の細かい動きはゴンロタシでさえわからなかった。 時には、チベット民衆から略奪を働くことさえあったが、そのような部隊は容赦なく射殺された。人民解放軍が、中シガンドゥクにスパイを送り込むこともあったが、すぐに発覚して処刑された。1958年末に中国は、中央チベットのラザや4月に住む東、チベット人に対して故郷に戻るよう布告を出し、従わない者は強制送還した。中国は、 ダライラマ14世にも反乱軍を鎮圧するよう命令したが、下手にデンポタンの正規兵を派遣すると、ゲリラ組織に合流する危険性が高かったため、ダライラマ14世はこれを断っている。事態の悪化につれて、チベットの民衆の間では、ダライラマ14世が中国に拉致されるという噂が流れ、ついに1959年3月10日、1959年の チベット放棄を呼ぶこととなり、ダライラマ14世が中国人民解放軍の目を逃れて、インド国境に向けてラサを脱出すると、中国人民解放軍は3月24日にラサを攻撃して多くのチベット仏教寺院が破壊され、これに反発してチベット人の一部が武装して反乱を起こした。この反乱は、 チベットの正月と祭典で人が多かったことから2万5千名の僧侶が拘束された。1959年4月、ダライラマ14世とゴンボ達の呼びかけにより、チュシガンドクは武器を捨てた。これにより、主だった抵抗勢力は天寸ランタン曲がるのみとなった。ダライラマのインド亡命が明らかになると、インドと中華人民共和国の緊張は高まった。 この頃には反乱活動に対して中国、人民解放軍は10万名にも及ぶ大規模な陸軍力と航空部隊を投入し、反乱勢力は度重なる敗北により戦力を失う。その後、インドとの国境紛争問題を抱えていた中国は、1959年にインド支配地域への進軍を行った。以後、1962年まで中印国境紛争が、 続くこととなる。1960年以降、チュシュガンドゥクは、ネパール北部のムスタンからゲリラ作戦を指揮していた。このゲリラ作戦は、1974年に CIA がチベット抵抗運動の支援プログラムを打ち切った時点で中断され、チベット人たちの精神的な指導者であるダライラマは、チベット人に対して武器を置いて、 平和裏に降伏することを支持するメッセージをテープに録音した。1971年に冷戦下でソビエト連邦との対立を深めていたアメリカのリチャード・ニクソン大統領が中祖対立の反作用でソ連との関係が悪化していた中華人民共和国との関係の改善を進め中華人民共和国によるチベット併合を黙認するという政策転換を行い アメリカと中国は急接近。1972年のニクソン大統領の中国訪問前後に CIA は天ンタンマガルへの援助を打ち切ってしまう。チベット国内は中国人民解放軍によって完全に占領され、反乱勢力のほとんどが自圧された。さらに1974年夏にはネパール北部のムスタンに基地を構えていた。 出資ガンドゥクが、ネパール政府に拠点を破壊され、主だった反乱は終わりを告げた。ありがとうございます。